はいどうも、テケテケです。今回は新しくガチャに並んだ UR アバター1000の半方ですね。いや、動くとやばい。大変なことになっちゃってますね。で、アイスの舐め方が猫。何その表情。表情の変化の種類がすごいですね。無邪気な表情でアイス舐めてるかと思いきや、急に憂いを帯びた表情になると、いや、情緒の移り変わりがすごいな。いやで、毎回グラサン落ちては直してってやって、アイス舐めてはグラサン落ちて上に戻して、しょぼんってして、いやもうサングラス外せばいいのに。今の私は爆発寸前なので、タップボイスでは怒ってるし、情緒大丈夫かな。まあ、タップボイスは SSR の時代からずっと同じボイスなんで、まあ、SSR の時には噛み合ってたけど、アバターになって噛み合わなくなるってことよくあるんですが、この程度かまだまだ成長が必要だね。この姿でこれ言っちゃうと、一緒に浜辺に来てるケンテイちゃんに言ってるみたいになっちゃうんですよね。画面の外にいじけてる水着ケンテイちゃんの姿がなんとなく想像できるところがいいですね。まあ、ある意味ボイスの引き継ぎ成功したんじゃないかなっていうキャラクターですね。はい、ということで好きで見に行きますか。はい、スキル1は敵4名に 640% の攻撃を仕掛けていきます。で、さらに残り HP パーセンテージが高い敵を3回攻撃していき、はい、640% の3回攻撃なんで、1920% の攻撃になります。で、全体の 640% の範囲攻撃と合わせると、まあ、範囲攻撃の部分とその後の連撃が同じ敵に行った場合、範囲攻撃と合わせて 2560% の攻撃を短期にもぶつけることができると、はい、いうような動きなんですが、このスキル1は追加攻撃が発動する直前に 100% の確率で敵のバフを1つ解除することができるということで、はい、これ挙動確認してみたんですが、はい、上から2番目の文王ですね。はい、こんな感じでミスってもバフを剥がすことに成功しました。で、さらに敵にバフがない場合、1280% のダメージを与えるということで、もし敵にもともとバフがついてなかった場合には、1280% の3回攻撃なんで、3840% のダメージを与えられる計算になりますね。はい、バフがついてればついてるで剥がすし、ついてなければついてないで、ダメージが伸びるというようなキャラクターで、はい、まあ、バフ剥がしキャラクターではまあまあよくある動きですね。はい、で、さらに、毎回攻撃前、敵の HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になるということで、まず敵4名に対して 1280% の範囲攻撃をした後に、で、バフがついてなくて HP50% 以上の場合は 1280% のダメージ倍なんで、2560% の3回攻撃になるので、はい、なんと 7680% のダメージを連撃で出していくことができるということで、まあ、前段の 1280% の攻撃に 7680% をプラスすると、最大で 8960% のダメージを短期にぶつけていくことも可能なキャラクターになってます。はい、初速でこの火力出せるのはなかなかですね。はい、っていう感じでちょっとややこしいですが、まあ、ざっくりコンボが決まらなかった場合は、範囲に 640% の後、連撃が 1920% で終わってしまうキャラで、コンボが全部決まった場合には、範囲に 1280% 出せた後に、短期に 7680% のダメージを出すことができるキャラクターということで、まあまあ、振れ幅があるキャラクターになってるんですが、まあ、ダメージが低い時っていうのは、要は敵にバフがついてて、バフを剥がしながら殴ってる時になるので、そこまで低いダメージパーセントを卑下しすぎる必要はないかなっていうところですかね。で、ちなみに細かい挙動を見ていくと、はい、まず敵陣バフがついているキャラクターとついてないキャラクターがいるんですが、はい、半方スキル1打っていって、はい、ダメージ見てみると、はい、27000のダメージが3体ともにぶつかったっていうことで、はい、この時点では敵のバフがついていない場合、1280% の火力が出るっていう部分に関してはまだ発動しておらず、はい、で、しかもこの範囲攻撃では狂乱が剥がれなかったことから、バフ剥がし機能もこの範囲攻撃にはなく、はい、その後の追加攻撃ですね。で、ダメージが倍になっていることから、ここでやっと敵にバフがない場合、1280% のダメージが出るの部分が発動したことがわかると思います。で、さらにこの追加攻撃にはバフ剥がし機能がつくので、はい、一番上の狂乱がついているキャラクターにバフを剥がしながら殴りに行って、はい、27000のダメージってことで、はい、攻撃前にバフを剥がすんですが、それによって敵のバフが全部なくなったとしても、その時点から 1280% のダメージが出ることはなく、鼻からバフがない敵に対して殴った場合に、こんな感じで1280% のダメージが出るというような感じですね。まあ、ここには長秀ちゃんなんかはバフを全剥がししながら、さらにバフがなければダメージが倍みたいな理不尽な殴り方してくるんですが、半方はまあ普通の挙動ですね。はい、で、7ターン目、敵の HP が 50% より低い状態になってますが、はい、この場合の半方のスキル1の火力、はい、先ほど27000ぐらいのダメージが出てたのが、その半分になってることから、はい、この範囲攻撃の部分にもしっかり HP が 50% より高い場合、ダメージ倍の条件が乗っかってることがわかると思います。はい、で、しかもその後の追加3回攻撃の方に関しては、こんな感じで HP が高い相手を狙っていくので、同じキャラクターを狙うというよりは、攻撃しながら敵の HP を減らすことで、その敵が HP が高くなくなるので、攻撃するたびに、はい、違う相手に攻撃対象が変わるというような動きをすることが多く、意外と短期に対しては連撃してくれないんですね。で、しかも HP が低い場合にはダメージ倍も出なくなるので、このキャラクター弱ってる敵に対してフィニッシャームーブみたいな感じでとどめを刺しに行く動きはあまり得意じゃないキャラクターだと言えるのかなっていうところですね。はい、ダメージパーセント的にはスキル1の初速で 9000% 近いダメージを短期に狙える可能性があるキャラクターなので、ものすごい殺傷力が高いキャラクターのように思えるかもしれませんが、意外と攻撃対象がばらけたり、敵の HP が低くなると火力が落ちてしまったりと、フィニッシャー向けではないので、殺傷力はさほど高くないってとこですね。はい、注意が必要なとこです。はい、ちなみに、スキル1でバフ剥がしができるキャラクター、現環境これだけたくさんいて、まだ下の方にもたくさんいますね。はい、こんなにたくさんいるんですが、その中で連撃をしながらバフを剥がすキャラクター、ここの数字が書いてあるキャラクターが連撃系バフ剥がしキャラクターなんですが、今回のハンホは3つバフを剥がすということで、同じ連撃系バフ剥がしキャラクターだと茨城童子、北条氏康、秀吉、バウン力なんかが無条件の 100% の確率でバフを剥がしていくことができるキャラクターということで、剥がす量的には、ここら辺のキャラクターたちに負けてしまっていたり、あと酒呑童子なんかが、HP で勝ってなきゃいけないっていう条件はあるものの、応援出しなんかで出せばほぼほぼ剥がせるっていうことで、6枚剥がしキャラクターがいたりというところで、バフ剥がしの量としてはそこまで優秀ではないですね。で、攻撃対象も含めて動きが似てるキャラクターでいうと、今回のハンホバフ剥がし機能に関してはこっちの範囲攻撃の方ではなくて、こっちの追加攻撃の方についていて、その対象が HP パーセンテージが高い敵になっているので、挙動としては、HP が高い相手に対してバフ剥がしを狙いに行くバウン力だとか酒呑童子で、あと一度対象を決めたら対象を変えないっていうちょっと特殊な動きですが、真田幸村なんかと同じように HP がフレッシュな相手を狙いに行くような挙動になってます。はい、という意味で意外と挙動を被るキャラクターが少なくて、特に似てるのはバウン力や酒呑童子っていったところなんですが、バウン力の場合はダメージ規模としては敵の HP が高いほど火力が上がって、敵の HP が 100% の状態であれば 1200% のダメージなんで、ダメージ全然出せなければずっと 1200% ぐらいのダメージが5回出て、6000% ぐらいのダメージプラスバフ剥がしに成功して敵にバフがなくなれば、途中から撃砕をつけることができるってことで、間取って 900% ぐらいのダメージしか出なくて、9、5、45の 4500% のダメージだとしても撃砕付きで殴れば、今回のハンホの 8000% ぐらいのダメージより、火力出るのかなっていうところですね。酒呑童子に関しては 680% の6回攻撃なんで 4080% のダメージということで、敵にバフがついてようがついてまいが 4080% ということで、最大火力でいうとハンホが勝ってて、で火力でなかった場合はハンホ負けちゃう形になりますね。ただ酒呑童子に関してはバフ剥がしキャラクターではなくてバフ奪いキャラクターなので、敵の暴走なんかを奪えば一気にダメージが倍になるし、援護や雷害なんかを拾えば防止なんですが硬くなることもできるキャラクターってことで、バフ剥がしの機能として一段上手のキャラクターなんですよね。なんでこのキャラクター未だに優秀なキャラクターとして皇室の上位なんかでも見かけたりしますが、その差は大きいですね。とはいうものの酒呑童子もバウン力も対人戦のキャラクターなんかでは結構上位に位置するような優秀なキャラクターたちなので、そこら辺と競うぐらいの性能があるっていうところは十分優秀な動きができるキャラクターであると言えるし、このキャラクターの真骨頂はバフ剥がし挙動をする前に範囲の4名攻撃をするっていうところですね。ここら辺が視点やバウン力にはない動きで、要は範囲攻撃を前段に混ぜることで敵陣にいる弱い子なんかはこの範囲攻撃の時点で撃破することができるので、バフ剥がしをしっかり敵陣のある程度強いキャラクターに打ち込むことができるっていうところですね。でしかも前段に範囲攻撃を挟んでいることで、特に援護や雷害、氷害、奮起、鼓舞なんかで防御力が上がっているキャラクターは範囲攻撃のダメージ小さくしか受けないので、その後の HP が高い相手に対するバフ剥がしの対象になりやすく、特に上杉謙信みたいな援護挑発家で耐久力上げるようなキャラクターには一気にその2つのバフを剥がしに行くみたいな動きを取ることができるっていうことで、この部分がこのハンホの大きな個性の部分ですね。範囲攻撃が敵6名ではなくて4名なんで、敵が6名いる場合はそもそも2名に対して全く攻撃ができないので、その相手に対してバフ剥がし狙いに行ってしまうので、今言った流れが完成しない場合もあるのでちょっと難しいとこなんですが、動きとしては新しい挑戦があって面白いキャラクターだなと個人的には思いますね。はい、そしてスキル2ですね。スキル2は HP パーセンテージが低い敵4名に 700% の攻撃を仕掛けていきます。でさらに HP パーセンテージが低い敵に3回攻撃を追加で行い、敵を撃破した場合はさらに1回の攻撃回数増加があるということで、この攻撃回数は3回まで増えるということで、つまり最初の3回攻撃にプラス追加で3回攻撃で6回攻撃まで HP が低い相手に対して狙っていくことができると。ただ撃殺条件での回数増加なので同一人物には3回までの攻撃になるので 700% の3回攻撃で 2100% 止まりですね。でさらに筋力値で勝っている場合ダメージが倍になるので、範囲 700% が 1400% に格上げされ、短期に対しては 2200% だったのが 4200% に格上げされるということで、4200% まで出れば、これも、スキルにですね、範囲攻撃をした後に、右側にずれていって、その後追加の連撃をしていくキャラクターですね。はい、ハンフォーと同じくここら辺に何名か追加連撃キャラクターがいるんですが、はい、実はここにも四天童子がいて、四天童子スキル2で範囲攻撃して敵を撃殺した場合にスキル1を再発することができるので、また 680% のバフ倍の6回攻撃ができるということで、はい、4080% のバフ倍機能付き連撃ができてしまうと。まあ、ただ HP が高い相手を狙うので、ハンフォーのスキルには HP が低い相手を狙うってところでちょっと狙いが違いますね。まあ、ダメージパーセント的にもハンフォーの場合は敵に筋力値で勝ってれば 1400% の短期に対しては3回攻撃ができるので 4200% ってことで、まあ、視点に若干勝ってるんですが、暴走バフなんかを視点が持ってれば余裕で視点の方が強いですね。まあ、ただ HP が低いフィニッシャームーブなので火力そこまでなくても撃殺という意味では役割を果たすことができて、まあ、そういう意味で似た挙動で比較すべき相手はここら辺のキャラクターたちですね。まあ見てみると、例えば橘宗茂なんてキャラクターがめちゃくちゃ強いですね。まあ、一見追加攻撃の部分 3200% 分ぐらいしか出ないんですが、はい、敵が撃砕状態でクリティカルになるということで、はい、一気に 6080% まで火力が伸びで、しかも撃砕もついてるので、はい、断然ハンフォーより強力なフィニッシャームーブができるキャラクターになってますね。はい、範囲攻撃をした後に短期連撃をするキャラクターの中ではトップクラスに強いキャラクターが橘宗茂になります。で、まあその他のキャラクターたちに関しては、同じスキル1でバフ剥がしをする北条氏康なんかは範囲攻撃の後 1200% の追加攻撃に敏捷で勝ってればクリティカルが出て 2400% と、だいぶハンフォーの方が火力が高いと。でしかもハンフォーの場合はこのスキル2で敵を撃殺した場合攻撃回数が増えていくので、この範囲攻撃をした後の追加攻撃の部分、まあこういったキャラクターたちっていうのは弱い相手を殴って撃殺してしまった場合も攻撃回数消費してしまうんですが、ハンフォーの場合は撃殺した場合には攻撃回数が増えるので 2100% ないし 4200% のダメージをキープして相手の主力なり準主力にぶつけに行くことができるっていうところがメリットで、はい、その割に 4200% っていうのはなかなか火力高いのかなと思います。はい、動きとしてはまずは範囲攻撃敵4名に行っていって、その後 HP が低い相手に追加攻撃1回目2回目で撃破して、これで追加攻撃の回数が1回増えるのであと2回攻撃できるっていう状態。また HP が低い相手に1発、はい、2発目で撃破したのでもう1回追加攻撃が増えて5回目の攻撃、はい、をまた別の相手に打って、はい、ここでおしまいですね。はい、という感じでしっかり追加攻撃の部分にも追加攻撃の息継ぎ機能はついているってことで、まあ、撃殺が続けば最大で3回まで追加攻撃ができるっていうような形になってます。はい、ここら辺例えば同じスキル2で追加攻撃の回数増やせる長曽我部元親なんていうキャラクターは追加攻撃の部分には追加攻撃の回数を増やす機能がついていなかったりして、まあ、ちょっとちゃんと調べなきゃいけない部分なんですが、しっかりハンフォーは追加攻撃の部分にも追加攻撃回数を増やす機能がついてました。ただこれはスキル文言通りではあるんですが、はい、こんな感じで最初の範囲攻撃で敵を撃殺してしまった場合には、はい、範囲攻撃が終わった後の連撃3回ですね。1回目で敵を撃破できたので、はい、残り3回さらに撃てるんですが、1回2回3回、はい、ここで攻撃が終わってしまったってことで、まあ、敵自体はスキル2で2体倒してるんですが、追加攻撃の回数自体は追加攻撃の中で倒した敵1体分しかカウントされないということで、はい、範囲攻撃の部分は追加攻撃回数を増やすことができないっていうところですね。注意が必要なところですね。まあ、ただおそらくこの範囲攻撃の部分に関しては連撃を弱い子で消費してしまわないためのものになってるので、まあ、このキャラクターのスキル見てもらえれば分かる通り撃破した場合追加攻撃が増えるってことで、まあ、弱い子でとにかく連撃回数を消費しない部分がこのキャラクターの売りになるので、まあ、範囲攻撃で撃殺してしまうのであればそれはそれでいいのかなと。まあ、結局敵の主力に対してはどんなに頑張っても3回しか攻撃打てないので、であれば範囲攻撃の時点からガンガン弱い子は減ってもらって早いところ敵の主力にたどり着くことの方が大事なのかなというところですね。はい、ということで、まあ飛び抜けて強い火力ではないんですが、連撃キャラクターのネガティブな側面である弱いキャラクターに攻撃回数を持ってかれるっていうことがないので、しっかり相手の主力ないし準主力に一定のダメージをぶつけに行くことができるというようなキャラクターになってます。はい、で攻撃後自身の総ダメージ 30% の HP を回復ということで、はい、これは平凡な値ですね。パッシブスキルですね。 HP パーセンテージ攻撃パーセンテージ平凡な値で、はい、筋力値レベル ×220 この値は、はい、上から見ていってこの位置ですね。はい、下見ていくとこんな感じというところで筋力値220ってことでナタが240なんですよね。でナタ使ってる人めちゃくちゃ多いんで、このナタ基準を超える筋力値があるかどうかっていうのが結構大事なんですが、このハンフォーは負けてしまってるので、まあ、ちょっと残念ですね。はい、で体力値レベル ×200 この値は、はい、これも上から見ていってこの位置、はい、下見ていくとこんな感じというところでかなりたくさんいることがわかると思います。はい、200と180っていうのが多いんですが、まあ、その中では高い方の200になってますね。はい、で防御貫通固定値900の物理防御貫通がレベル ×10 ずつ上がるレベル依存タイプの優秀な防御貫通、まあ、最近ではこの2種類持ってるキャラクター結構増えたのでこれでも平凡なのかなってところですね。はい、会心レベル ×280 この値は、はい、上からざっと見ていっててこの位置、はい、下見ていくとこんな感じということで、真ん中300、あと280が多いんですが、その中では低い方ですね。はい、HP 吸収 16%、はい、これも上から見ていって、この位置ですね。はい、下見ていくとこんな感じ。はい、ということで、まあ、HP 吸収に関しても平凡な値ですね。1% ですね。1% はスキル1が8960から 12800%、スキル2が9800から 14000% ということで、スキル1、スキル2合計 18760% から 26800% ということで、はい、ダメージパーセント的には 1% かなり強いんですね。最低でも 18000% 超えということで、準トップクラスに火力強いキャラクターになってます。はい、で、スキル2の攻撃も範囲攻撃からの連撃になっていて、はい、しっかり範囲攻撃をミスった時のリカバリー機能があるっていうところも評価が高いですね。まあ、命中が低いのがやや難点なところですが、まあ、最近出てきてるキャラクターの中ではまずまず優秀といったところでしょうか。はい、そしてボス戦ですね。はい、ボス戦の方がスキル1が 4480% から 8960%、スキル2が 5600% ということで、はい、合計して 1080% から 14560% ということで、まあ、スキル1の方がボスの HP が 50% より高い場合には 8960% で、後半低くなると 4480% と下がってしまうので、後半の火力失速してしまうのがちょっと残念ですね。まあ、前半は毒なんかでボスの HP 大幅に削れるので、どちらかっていうと困るのが後半なので、まあ、後半火力上げたいところでしたが、このキャラクターはそうはいかなかったですね。まあ、ただボス戦火力は最低でも1万%超えのなかなか優秀な火力が出せるので、ボス戦もまあまあ強いキャラクターになってます。はい、闘技場ですね。闘技場で獲物とする相手としては、まずは耐久系バフキャラクターということで、援護、雷害、氷害、奮起、鼓舞なんかの耐久力が上がるタイプのバフをつけるキャラクターに対して、最初のこのキャラクターのスキル1の範囲攻撃を打っていくことで、こういったバフがついているキャラクターは HP があまり減らないので、その後のこのキャラクターの HP が高い相手に対するバフ剥がしの対象になりやすく、特に上杉謙信なんていうキャラクターは結構この半方に狙い撃ちで援護挑発剥がされてしまいそうですね。はい、上杉に困ってる人にはなかなか有効なキャラクターだと思います。はい、そしてその他には短期特化陣営ということで、短期特化陣営の場合、主力一体以外は結構弱い子が並んでいるので、もろにこのキャラクターの範囲攻撃の後のバフ剥がし連撃がバフを持った主力に刺さるということで、はい、半方大活躍できるのと、まあ、スキル2の方も弱い子を殴らされても撃破することで攻撃回数を確保することができるので、はい、そういう意味でもやはり短期特化陣営に強いのかなってとこですね。はい、またスキル2は総ダメージ HP 回復なので、弱い子を殴れば HP 回復量もかなり上がるというところで、はい、そこも短期特化陣営に刺さりますね。はい、そして天敵としては復活キャラクターということで、はい、スキル2、例えば全然育てていないナタだったり周体なんかを殴らされてしまうと、3回攻撃して撃破しても復活で戻ってこられて攻撃回数の補充ができなくなってしまい、あまり育てていない復活キャラクターに攻撃回数が持ってかれてしまいます。はい、そしてその他には高筋力キャラクターということで、はい、スキル2ダメージ倍の条件が筋力値勝負なので、これらのキャラクターに筋力値で負けやすく、はい、あまり火力が振るわない結果になってしまいます。で、相乗効果があるキャラクターとしては、バフがない場合火力アップするキャラクターということで、まあ、これらのキャラクター基本バフ剥がしやバフ奪いキャラクターなんですが、敵にバフがない場合に、まあ、撃砕をつけたり、まあ、クリティカルが出るようになったりダメージが倍になったりと、様々な火力アップの効果があるので、まあ、お互いがお互いバフ剥がしを先にしておくことで火力アップができるということで、相乗効果があるキャラクターとして入れておきました。はい、そして相殺効果があるキャラクターとしてはバフ奪いキャラクターということで、バフ奪いキャラクターとしてはできれば敵からバフを奪いたいので、半方に先に剥がされてしまうと、まあ、ちょっと嫌な顔をするかなっていうところで相殺効果に入れておきました。はい、そして今回の半方の対人性能ですね。はい、今回半方は合計109ポイントということで、はい、今対人壊れキャラクターのナタやカエサルなんかのポイントと比較して上から順番に見ていくと、はい、半方に関してはこの位置ですね。はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、真ん中よりやや低いっていったところでしょうか。まあ、ただ見てもらえれば分かるように、まだ評価してないキャラクターたくさんいるので、まあ、あくまで今評価しているキャラクター、特に対人戦なんかで壊れキャラクターと言われているようなキャラクターたちのポイントと比較して、今回の半方がどの位置にいるのかみたいな感じで評価している点ご了承ください。はい、そういう見方でいくと、まあ、109ポイントっていうことで、まあ、有名どころで言うと上杉謙信なんかとポイントとしてはまあまあ近いですね。はい、露伴なんかには対人戦ではパフォーマンスでは上回っているようなキャラクターになってます。はい、まあ、最近出てきたキャラクターたちっていうのは結構ポイント低めのキャラクターが多いんですが、その中では頭一つ抜けたのかなっていうところで、まあ、対人戦も100ポイント超えていて、まあまあ強いキャラクターだとは言えると思います。はい、細かい内訳見ていくとこんな感じですね。耐久が6ポイント、防御無視攻撃に対する耐久はあまりできないので3ポイント、自己治癒はスキル2の回復とパッシブの HP 吸収 16% しかないので4ポイント、バフ剥がしをしてくる敵相手には特にバフも持って戦うタイプのキャラクターではないので問題なしの10ポイント、撃砕や箱なんかのデバフをつけられると弱るので1ポイント。反射耐性に関しては、援護キャラクターに関してはバフ剥がして殴れるので、若干反射にも強いということで、ここ7ポイント。コンボ成立に関しては、スキル1の方が敵にバフがついてればバフを剥がすし、ついてなければダメージが倍に伸びるしっていうことで、なかなか達成難易度は低く、ポイント高くなってますね。はい。火力としては、格上相手の場合、筋力値勝負で負けてしまう可能性があるので、落ちてしまうんですが、同格や格下相手の場合は、火力がかなり伸びますね。特に格下相手の場合は、このキャラクター、会心値もパッシブとして持ってるので、クリティカルも混ぜて殴りやすくなり、なかなか上がってきますね。はい。そして攻撃回数としては、スキル1、スキル2、両方連撃要素もあるので 7.5 ポイント。反射は特にできないので1ポイント。バフ解除機能は、はい、まあ3回しかできないんですが、まあ一応持ってるキャラクターなので6ポイントという感じになってます。で、状態異常耐性が高いキャラクターに関しては、まあ撃砕や破壊がつけられないので、まあ連撃で殴っていくしかないんですが、特に連撃の火力もそこまで高くないのでポイント低めですね。で、1対1相手の場合は連撃スキル1、スキル2でできるのでまあまあ高め。で、特に援護なんかで耐久してくる相手との1対1の場合は、スキル1から援護は剥がして殴れるので、はい、1対1になった場合、だいぶ優位にことを進めることができます。で、1対複数も、このキャラクターの場合、範囲攻撃からの連撃ができるので、かなり得意な部類に入りますね。はい、1対複数は、全体で見ても、はい、なかなか上の方にいるキャラクターになってます。で、準主力活躍に関しては、バフ剥がし機能の部分でポイント稼いでますが、まあ、3個しか剥がせないので、そこまで上がりきりませんでした。で、配置柔軟性3ポイントということで、はい、これに関しては、前衛の前列に置いた場合に、まあ、まだ敵陣にバフがない状態ではあるんですが、その場合はその場合で、ダメージが 640% から 1280% と倍に伸びるので、まあ、連撃の火力が単純に上がるのと、まあ、武将の奮起や防止首相の障害なんかがあった場合には剥がすこともできるというところで丸がついてますね。で、その他では応援の前半なんかだとちょうどバフがばらまかれたあたりでいいのかなっていうところですね。で、後半になればなるほど範囲攻撃からの連撃の範囲攻撃の部分が割と腐ってしまうので、まあ、評価としては徐々に落ちていく感じですね。はい、ということで3ポイント。で、支配力としては一応スキル2で HP が低い相手に対するフィニッシャームーブをしてくれて敵陣の状況を変えてくれるような動きをしてくれるので3ポイントだけつけてます。で、バフなんかを味方陣営に盛ることはないので1ポイント。敵陣弱体化に関してはバフ剥がしで弱らせることができるので4ポイントということで合計109ポイントというような結果になりました。まあいろいろ器用にできるんですが、どれも飛び抜けて強いというわけではないような感じのキャラクターですね。まあ尖ってる部分としてはやはり範囲攻撃をしてから硬いキャラクターを炙り出してのバフ剥がしといったような動きでしょうか。はい、そして白線ですね。はい、白線総合ポイント 5.1 ポイントということで、はい、上から見ていってこの位置ですね。はい、下見ていくとこんな感じというところで、まあ真ん中ぐらいですね。はい、数値見てもらうとどれも平均的な値で特に目立ったところはないといったようなキャラクターでしょうか。はい、そんな半方の育成のポイントとしては、混沌4日月2、オア王者2から、深淵3混沌2に持っていくような流れがいいかなと思います。まあ結局深淵3混沌2に持っていくのであれば、混沌4日月2ではなくて、混沌4王者2でもいいですね。で、まあ筋力値勝負をするので、なるべく深淵だったり混沌装備で固めていきたいところですね。できれば本気で育てるのであれば、深淵6まで持っていくようなキャラクタータイプになります。で、その他の宝石強化無双伝説神器の育成優先順位はこんな感じになります。はい、ということで、短期特化陣営の1人目の副将としてありかどうかですが、今回はギリギリ見送ります。まあ、MR レアリティが出る前だったら、東洋ラインとしてはギリギリ突破してるぐらいの、まあ、各所で平均値以上のパフォーマンスが出せるキャラクターではあったんですが、まあ、この状況だと、二次キャラクターでこのくらいの性能だとちょっと手が出せませんね。はい、MR キャラクターがこの後、どしどし出てくると思うので、その波に飲まれてしまうかなというところで、このキャラクターに7、8万元宝を使っていくのは、無課金、美課金だと特に難しいかなというようなところが私の結論ですね。はい、で、まあ、バフ剥がし機能があるので、サポートキャラクターや準主力としてはどうかですが、HP が高い相手を狙ったバフ剥がしっていう意味であれば、半方より四天同士の方がバフが奪える分、育成不十分でも、ある程度立ち回ってくれるってことで、準主力サポーター向けになるのかなってとこで、まあ、このキャラクターの特性である、範囲攻撃からの HP が高く残った相手へのバフ剥がし機能っていうのは、このキャラクターの攻撃力がある程度高くないと、前段の範囲攻撃で敵陣の HP を正確に削りきれないので、その後の HP が高い相手に対するバフ剥がし連撃があまり機能しなくなっちゃうんですね。はい、まあ、廃課金者の準主力ならまだいいんですが、無課金美課金向けの準主力には、まあ、そこまで合わないのかなというところで、まあ、特に無課金や美課金なんかでは、今無料でもらえる虹のカシウスなんてキャラクターがスキル1で弱い子を使ったスプラッシュ攻撃を使うキャラクターなので、まあ、あんまり範囲攻撃をして弱い子を減らされてしまうとカシウスが機能しなくなってしまうので、まあ、そういう意味でも今現環境ではあまりおすすめできないキャラクターになってますね。はい、まあ、ただそれをもってあまりある立ち絵の破壊力なので、はい、その先は皆さんの個々人の判断にお任せしますということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。するおすおす